こんにちは、こんばんは、タイポンです。 FIFA16 実況やっていきたいと思います。それでは、今回はホームでヒホンです。やっていきましょう。移籍市場も絶賛今、動いております。はい、雨、まあ、雨でもいいでしょう。もうフォーメーションはもうこれで、あーね、行きたいと思います。はいはい、これでいくわ、これでいこう。雨はちょっとやめよう、ちょっと晴れでやりたいから、晴れでやりたいです。ちょ、時間帯も変えさせてください。夜の方が見やすいんです。動画的にも夜の方が見やすい。よし、じゃあ行こう。ちょっとここ3試合ぐらいクソみたいな試合をねしてしまったので、ぜひとも2点ぐらいは決めて 2-0 ぐらいで勝ちたいなと。うわ、こんなシュート決めたいよ。こんなシュートも決めたい。ねえ、これねえ、これねえ、これよし。基本でしょつって舐めてかかっちゃダメなんですよ。いきましょう。もうアタッキングで、もうアタッキングでいっちゃうから、私もアタッキングでいっちゃいますから。442バラン、そういうパスがねダメなんで。ディマリア、香川両方取りってないな、どう考えても。戦力がね有り余りすぎちゃって、ちょっと出すに出せなくなっちゃうから。誰、えオトジャ、なんかオトジャみたいなのいたんだけど、なんでオトジャ、いつの間にサッカー始めたんだろう。何そのいいじゃないの。とりあえず景気づけに1点決めてやったよ。しかもベイルっていうね、最近調子めちゃめちゃいい、あのそうでもないか、いいね。ハメスのねパスがね、なんかすごいこと起きてたよ。これそんなに俺やったつも思いはないんで、勝手にやりやがったよ。お、いいね。これでもなんかこういうゴール好きなんだよね、結構こう流れでポンポンポンっていっちゃう感じ。うん、オッケーオッケー。前回これでちょっとね、あの 1-0 で1点決められちゃってってあるんで、まあ、ここからあと2点か、あと1点か決めて、ちょっとこっちにね勝率を高めていきたい。オッケー、あんだ、戻したのか、大丈夫し。オッケーオッケー、危ねえ、怖い、本当に怖いよ。しっかりと読んでましたね、ボールを奪いました。いいね。ちょ、今コンタクトで目がすごい乾いてますけど、ボールに絡むと空気が変わります。おっしゃ、これはいいパスだ。そこで収めてくれればロナウド完璧なんだけども、そしてクロース、お前は放出だけはしないぞ。いっちゃう、まいっちゃう、こんがらがっちゃうで、ほらほら、カルバハオ、あー、ヒホンで誰がいんの、全然知らない選手しかいないけど。ヒホンか。あ、でも誰かいた。ああ、ぶぶぶぶ。あ、カルモナって知ってる。今めっちゃ運良かったと思うんだけど、俺絶対決まったと思ったもん。あ、リカルド・アルバレスかと思ったら違うアルバレスだった。いや。ベイル、ちょっと危ない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 、よしよしよし、いいよマルセロ、いっちゃ、あれ、あー、マイボーか。コーナー、ベイル、いいね。21試合に出て8ゴールってまあまあいい成績じゃないの。来た、カルバハル、クソシュート、あ、打て、クソ、ショック、
おいいね、落として、めっちゃいい、うわっ、びっくりした、ベイル吹っ飛ばされたかと思った。いや誰もいないっていうパターンだ。お、いいパス回し、お、いいパス回しだ本当に。あ、アネジャ、アネジャ、カネジャ、カネジャ、誰誰、カネジャって誰、新メンバー。ボールがこぼれました。オッケーオッケー、パスコースを潰していく。ボールを取りに来ました。ないよな、ファール、よかった。今ピーってちょっと聞こえたもん一瞬。待って、これ来た。いやー、ちょっとトラップがでかすぎたな。やばいぞやばいぞ。ここでカネジャ、ここの場面でさ取るのってむずくね。やばい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 、ナーバス。なんだなんだ俺、なんなんだそれは。ちょ、すごいカネジャの位置からすごい来るんだけど。カネジャです。カネジャ、なん、誰だよ。いや、ロナウド、そこで勝てなくなっちゃったか。年だ。いや、年のせいにするな。ここは無失点で俺はいける、無失点でいけるぞ。ほら、やった、ほら、ちょっと危ね、危ねえよ。まあ、とりあえず1点決めれてるのはすごく大きいです。この調子でもう1点か、もう2点か、何点か知りませんが、出していけたらいいかなと思います。ということで、いきましょう。後半キックオフです。現在リードしているのはレアルマドリー。後半の開始です。おいっと、イスコ、カルバハル、いや取られちゃダメなんですよ。そこでボールに絡むと空気が変わります。カネジャです。カネジャ、そんな選手なの。空気変わっちゃうほどの選手なの。めちゃめちゃいい選手じゃん。え、ナイスナイスナイス、ナバスナバス、追いつけ追いつけ追いつけ、ナバス追いつけ、おしまいぼ、よしよし、いいぞ。イスコ、ロナウド行っちゃいましょう。ロナウド、いいよ。加賀、相当な戦力アップ、まあ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 、まあ、相当な戦力アップではありますけども、 OK。 くそー、これを前棒にして、ちょっとマジ驚愕なゴール、驚愕なゴール決めていい。くそ、オーラヨット、イスコ、もうアトレチコに移籍しちゃうのは分かってて、こんなに献身的に最後までレアルに尽くしてくれるなんて、惜しい人を亡くした。まあ俺が放出させたんだけどね。カストロ、ルベンカストロ、ナバスちょっと危ないんですよ。それはナバス危ないです。オッケー、クロース、ロナウド、マルセロで、ここでロナウドで、よしよし、冷静に。驚愕のゴール、あれ何それ。いや、こういうとこでなんかちょっと取れそうなとこで取れないのがね、俺のね欠点。ここでは取れるんですよ。モドリッチ、そうなんです。そしてここで空いてる、ベイル、ベイル、果敢にベイル、くそ倒された
落としてください。 OK です。サイド空いてるの分かってるんだけども取れないんですよ。これちょっと変えよう選手。イスコを変えましょうということで、ちょっとねなんか中盤の長友がね良かったっていうのを見たから、その中盤の長友を出してクロス喋ろうそう。 OK。 なんか多分そこあのねインテルでちょっと今出したところみたいなポジションで出て、なんかよくなって、ちょっとマンチーニだよね今監督、あれ違うっけ、まあなんかそれがちょっと評価しだしたみたいな見たんですけど、どうなんですかね、本当なんですかね。危ないです。何やってんの、落とせ、ここでやファールじゃないか、いやベイルで決めたいね。いやどんなポジションでも積極的に一生懸命チームに尽くす、それでやっぱり、おしゃれなほどいけ、いやこれ決めれなきゃちょっとマジ困るもんですよ、本当にまがいもんですよ。いやちょっとロナウド得点王から離れちゃうな、今結構さ他の選手が奮闘してたからさ、他のクラブの選手が、いやあと1点決めちょっと1点しか最近決めないんだけど、1点も決めないか1点しか決めないかどっちかなんだけど、それがそういうね試合にしたくないんだ。いや今パス出せたけどもロナウドでちょっとこだわってしまってる自分がいる、これはこだわりは良くないんだよ、おら無理あるよ無理あるよ、おっしゃおいしょっと、そうだねここで決められちゃったらマジでまずいんですよね。これバルサが負けてってくれると本当に嬉しいんだよね。それで来たんじゃないの、サイドガルバハル、あれスキルムーブしてくれなかったんだけど、俺の操作ミスだ、やばい、大丈夫よかった、ハイロビッチだったからマジちょっと、しかもね途中交代でちょっとフレッシュな選手だから、おっと長友フレッシュ、いやそれでさ俺明日札幌だよ、札幌行くんだよ明日俺、もう勝って行きたいよね、負けては行きたくない、おれ勝てりゃいいんだよ、よし勝てた、これはでかいぞ、よし勝てた、そう勝つことが大事、特にリーグ戦はもう勝たないとマジでやばいから、あなんか準々決勝ビジャレアルって見えてるけど、ロナウド点を決めたいってそりゃそうですよね、おっと、あカゼミーロ、カゼミーロ、いや待って、カゼミーロここで俺はだってコバチッチじゃんいるの、クロースモドリッチ3人で、いやお世話になってるけどな、ここで放出してもいいかもしれない、ぶっちゃけこれぐらいちょっとカウンターオファー決めてみるか、いやこれはちょっとまずい判断だったかな、はいビジャレアル特に言うことない、よし来ました、イブラ来ました、はいイブラヒモビッチ、あれ
無理か。まあ、イブラが来たっていうことでフォーメーションをがっつり変えていきます。がっつりじゃないや、まあ、このこれに戻す。そしてイスコ、イスコが放出なんできっと。そしてそしてそうだね、はいはい、こんな感じかな、こんな感じかな、こんな感じですね。これがスタンダードな一応フォーメーションにしていきたい。うん、ユニフォームを変えましょう。番号をイブラヒモビッチ25番とか絶対おかしいでしょ。何番がいいんだろう。空いてないんだけど。ハメス剥奪10番、ね、イブラって8番か10番ってイメージなんだよな。そうだね。でもハメスも10番じゃん。やっぱイブラ背番号絶対こだわりそうだな、あの人。10番以外考えられないんだけど。10番でもレアルで10番っておかしいかな。9番、ベンゼマ剥奪。ベンゼマかわいそう。イブラヒモビッチ何番にしよう。やっぱでも10番だな俺のイメージ。8番か10番かな。9番着てる見たことないな俺。あれあるっけ。わかんねえや。インテルの時とか8番だもんね。今10番だよね。ハメス・ロドリゲス剥奪されました。何番が空いてんの今。10、11、12、13、14、15、16、18、17、16、15カルバハルか。ハメスハメスハメス、かわいそうだな、やだな。27番、あまあ仕方ないね。うん、仕方ない仕方ない。じゃあ進もう。イブラヒモビッチ取りました。よし、ここで移籍オファー。おチェルシェフ来たね。いいよ、いらないから。マインツ、おいいじゃん。マインツ武藤がいいんじゃん。あー、トリツコに決まった。ディマリア来たね。普通にハメスとのトレードで来た。いいよ。の新しい選手に入るってことに意味があるからね。ここで香川もいけんだけどさ、これちょっと戦力が有り余っちゃうな。香川いらねえな。そしたら欲しい選手いねえな。もう取っちゃうか。なんかもうもうこれでそれで終わりにしたいような感じするし、ぶっちゃけね、香川だったら別に中盤もできるよな。いや、まあ、層を厚くするって意味では別に香川入れていいんだけど、あと日本人ってこともあるし、うん、多分この今持ってる、予算ではね、もうちょっとそれなりのみんなが求めているような大きい選手、ビッグ選手、ビッグ選手ってなんか大きい選手、ビッグ選手、ただ英語にしただけだ、まあ、トッププレイヤー、ワールドクラスの選手っていうのはね、なかなか取るのが難しいんですよね。なんで、ここで香川取っても面白いかもしれないね、実際。ね、迷うね、これは。まあでも、層は厚くなるよね、だいぶ。行っちゃおう、行っちゃいましょう。イスコ放出してハメスとディマリアが交代してったから、うん、やっぱ取っていい選手だと思います。ちょうどいいと思います、これで。うん、まあ謎なんだけどね、普通に考えたら。イスコいなくなってなんでみたいな。ちょっとこれじゃあ
ちょっと昔の選手というか過去所属してた選手をね2人もさあの取っちゃったんですけど、まあそれはあんま気にせず、うん、まあまだ移籍市場終わってないので放出は一応したいとは思ってるから、うん、やっぱこうっしょ。いやそう熱いな、カゼミロ放出して、だからここでもカゼミロいなくなるのか。明日もそうなったら別にいいかな、これは別に、うん、まあ全員しっかり出さなきゃいけないっていうことも別にないし、うん、めちゃめちゃ層は厚くなったんじゃないのかな。じゃあこれちょっと役割、ロナウドショートフリーキック、オッケーオッケー、ロナウドに任せていいのか、ベイルに任せたいんだよね俺は。あ、ここはキムで変えて基本ベイルで、でクロースロナウドフリーキック、オッケー。うわ、ロナウドとイブラヒモビッチとかもう2人存在したらもうどうなっちゃうんだよって。あ、じゃあここでカップ戦のビジャレアル、ここが多分 初お披露目になるのかな。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございます。じゃあ次はカップ戦なんで、カップ戦投稿できたら投稿したいなと思います。それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録しない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の表示6実況でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。